声が早いな。それに味も悪くない。うんにゃん、オイラも美味しいと思うぞ。ただ今のはあくまで練習だ。実際はお客さんの注文に応え。早速人を困らせるなんてさすがね。口が回るよな。ああ、もちろんラージサイズで頼む。私はお茶の香りを味わえるものなら何でもいいわ。サイズは普通でお願い。OK。大丈夫、君の腕に問題はないわ。ただこれを飲んでちょっとしたことを思い出しただけよ。お茶を口にする機会ってあまりないから。ええ、前に教会で行事があってね。私は参加しなかったんだけど、バーバラが私の分のお茶とお菓子を残しておいてくれたのよ。だけどお菓子は長いこと置いておくと味が落ちてしまうでしょ。だからいつの間にか片付けられてしまって、残されたお茶だけをいただいたの。その時飲んだお茶と同じ味だと思って。ロサリアがこんな表情をするなんて珍しいな。あら、それならお酒の方がいいわ。タコ、ガイアはいっつも話が脱線するよな。よくこんなやつとお酒が飲めるな、ロサリアは。そう？私は彼のこういうところを気にしたことないけど、それに飲むときはいつもお酒の話ばかりだし、それに彼は興味を持った人やもの、そう、例えば君やここのオーナーみたいな人にしかちょっかいを出さないもの。あら、これが裏切り？別に君は気にしていないでしょ。時折思うの。私の周りには硬い人が多すぎるってね。みんながのんびりと過ごしている酒場の方が私には合っているわ。そんなに暇を持て余してる人なんてそういるのかしら。なあ、だったらオイラとこいつが一緒に入りそうなランキングはないか。ほんとか。やったー、オイラたちの名前もこれで残せるぞ。
こういう雰囲気も悪くないわね。どうしたんだ？それじゃあ私もそろそろ失礼するわ。ああそうだ、紅茶美味しかったわ。後で自分でも入れてみようかしら。もし朝起きれたらだけど。